リセットレーサーはどこにあるんだろう。リセットされやすいとか言いません。メーカーさんが言ったのがすごいニュースですよ皆さん。ニュース、いや、シバリンマンは、はい、あの仕事終わったら行ってどういうのを狙う。朝一はすごいみんな打ってるけど、その夕方からどういうとこを狙うんだろうっていうのは結構気になる。明日からちょっと立ち回りの幅が広がるかな。でもね、なんかね、あのジャグリーさん好きになったわ。それが来た来た。うわ、しかもたぶんいる。ええよ、ええよ。メーカーさんに何を言わせてる。雑やな。これでいいなかったら全然あるんですよね。いるんじゃないかと。自分が作り出したフェイク。そうですここがこれでフェイクやったら自分が。ほら、これいるよ。これはいるよ。来た。なんならそろそろ光る。ちょっと光って。光る。ちょっとこの辺り光って。お、来た。来た。ほらもう赤ビカリやで。赤ビカリ。ビカビカですね。赤ビカリです。赤ビカリです。です。フェイクだ。ここでは切れない。ここでは大丈夫ですね。ここでは切れない。ここそうです。まだ20、30前後ぐらいから見てた方がいいですよね。そうですね。はい。連チャンじゃなくてもこういう単発棒でもいきなり32ゲームでバンと切れたんですよ。それがあるんですよ。それが来た。来た。しかも。ちょっと戦わせてください。どうぞ。今遅れましたね。ちょっと遅れましたね。うまい。僕のレバーほんまね 100% チェリー来てますから。本当に怪我の星があります。二度にでチェリー来て自分のにしたがるんだから。星があるとこはあるからね。星がありそうな。このランプでも質問が来てて、なんかこのランプが下に10個つくとアトランプモードに昇格するという噂があるんですけど。あ、もうおっしゃる通りです。あ、やっぱそうなんだ。なんかそのランプがこれ連チャンの回数で増えていくってこと。そうです。で、10回連続でこの辺りがここを満タンなんで連チャン。アトランプは光らないパターンがあるんですけど、内部的にはアトランプモードみたいですね。目指せ10回、ね、見たいですね。もうこの予告音だけでご飯3杯いける。でこのスイカかっていうね。あそこがチェリーやったらちょっとね。そうなんですよね。これチェリーも来ずに光ることもある。これしちゃったスイカから。1回目ですね。何てる。いいですよね。なんか変な音だったな今。2回目ここじゃないですか。ほらだ。8ゲーム
熱いですよね前半の。はい。ジェリーが奥に光ること。左。もちろんありますね。なんでこれ消えてんのこれ勝手消えんの次当たった時にまた光ります。あの時にまた当たった、はい、そうです。さあ行きましょう行きましょう今3連勝ね。あ、もう光った、もう光った、早い、めちゃくちゃ予想見せてた。どんどんもあるからね。できれば光り方違う、はい、違う光り方を違うやつ。1ゲームもそろそろ見たいです。え、1ゲームなんかアンちゃんが光らない1ゲーム連って、バッキリの可能性が、ほんまや、そうなんですよ。さすがチバリーマン。いやいやいや、チバリーマン違うね、やっぱね。チバリーマン違うね、チバリーマン、ジンタロー違うね。チバリーマンって、シルケイさんが俺今も一回来たもんね。そうですね、来てた、商談来てました。あ、でももう天国以上はいそうですよね。うん、確かに、うん、やっぱ設定6やから関係ないかな。どうなんですかね、6だから5だからっていうのもあまり関係ないから、どうなんだろうね。純粋に設定差はどこにあるんだろう。確かに、チェリーの天井として、チェリーの確率は24分の1、1から6で一緒、チェリーの天井の回数も5回とかで、有利区間に出た時の振り分けも 50% ずつで一緒。じゃあどこに設定差って生まれるのって、これを聞いてみたい俺は。これは教えてもらえるんでしょうか。教えていない人、苦笑いしてます。苦笑いしてる。まあでもジャックチェリーでの当選率は設定差ありますよね。ああ、なるほど。あ、なんか 4% から 5% ぐらいの間、 それだけの設定差で1から6までね、それだけの設定差である。そんなならへんと思う。97%から100何本まで。まあ確かに、確かにね。だから絶対どっかに設定差があるはずなのに、はい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 、その設定差はじゃあどこにあるんですかっていう話ですよ。確かに、でも私も詳しく知らないんですけど、どうですかね、なんかそのリセットされやすいとか言いません？有利区間が切れやすいってことか。そうそう、言われません。そ、切れたら2分の1で、あのね、 50% に振り分けられるから、当然天国にいる可能性が上がる。これも都市伝説ですけどね。これはでも都市伝説を言いつつメーカーさんが言ったのがすごい。いや本当に何も知らないですけど、ニュースですよ皆さん。ニュース、いや、あ、チェリーチェリー、あ、
チビでごまかした。でも確かに、だから俺も純粋にどこに設定差があるんだろうなっていう、これはほんまの素人目線で考えた時に、いや皆さんあれですよ、今喋ってるスーパージーマシン、こちらホールの店長なんですけど、ホールの店長ですらもうこうやってメーカーに聞くレベルの謎大きい台でございますよ。いやあのね、でも僕普段めちゃくちゃ打つんですよ。でも、はい、あの最近初めて打ってるんで、あんまり、はいはいはい、あの縛りを研究してなかっただけで、僕とね破天荒大原めちゃくちゃ打つんで、なるほどなるほど、うん、確かに1ヶ月の31日パチンコで過ごしてるって言っても過言ではないから。パチンコで働いてパチンコで遊ぶっていう、そうそうそう、仕事をしつつ休みの日はパチンコ屋に行く、これもうあの1ヶ月通して1日パチンコ屋に入らへん日ってないですよ。いや幸せしかないですね。これを幸せって呼ぶんですか。そう、闇深くなるのやめてもらって。言ってる間にちょっと危ない回転数になってきましたけど、そうですね、やっぱりこういうことがあるから、その横コーンからの中段ベルトも過信化できないんですよね。お詫びベル、うん、まだ可能性あると思います。でもこれ2分の1やもんね。まあ、そうですよね、そうですね、今のは2分の1のシェリーですね。だもんね、だからこれ抜けたんじゃないの。怪しいですね。ここら辺からユーリック感見といた方がいいってこと。もうそうですね、気にしてた方がいいです。なんかそのあ切れた、今切れましたね。でここからまた2分の1で振り分けられるってことで、はい、そういうことです。はあ、でもこれユーリック感切れてもまだねチャンスあるっていうことで、ここからが、はい、あの言ったら千葉流の面白いところなんですね。そうですね、でここでやめられへんね。そう、やめられないんですよ。そう、近くないですか。俺早くね、ちょっとちょっと近いですよ今回。ちょっと見せ場早くない。これどこからチェリー数えるんだろう。有力感が切れてからです。切れてから、はい、切れてから今の何回目、2回目、2回目です。あ、3回目来ました。3回目早いですね、やっぱりずっと早いですよね、ちょっと、ね、でもこれはフェイクです。己が作り出したのか。これフェイクかな。これはフェイクですね。あ、来た追加。これやっぱスイカやったら残念な感じなんかな、やっぱこういう、まあ、チェリーの方が嬉しいかな。そうだね、やっぱそうですね。じゃあ縛りのは、はい、あの仕事終わったら行ってどういうのを狙う。やっぱりそうですね、これちょっと知りたいよね。朝一はすごいみんな打ってるけど、その夕方からどういうとこ狙うんだろうっていうのは結構気になる。まあ、縛りマン的にはやっぱりあの落ちてればなんですけど、ジムリ区間抜け直後、まあ、30ゲーム台とか落ちてる台とかはまあもうよだれがダラダラですよ、本当に。なんか逆にでも先ほどその単純狙いっていう概念も新しく教えてもらったんで、まあ、明日からちょっと立ち回りの幅が広がるかな。天井狙いっていうのはもう深いやつ。深いやつ、深いやつ。900で天井なんで、うん、900を迎えてそのまま32ゲーム後に有利区間が切れるっていうのを先ほど教えてもらったんで、で切れる台を僕は拾ってるんで、まあそうだね。そしたら天井まで回せば有利区間が切れるっていうね。そうですね、32ゲームで、うんうん、なんで世の中の稼働貢献士の皆さんもあのぜひ試してみてください。社内ではシルビーって呼ばれてるんですか。社内ですか。はい、シルビーって言われてます。そうだよね。そうなりますよね。そうなんですよ。初めでもやっぱ上原って言うんですけど、はい、上原ですって言って自己紹介したんですけど、うん、もうシルビーって呼ばれてる、まあ、そうなんです。そうシルビーって呼ばれてる、ね、はい、僕も昔プリンスって呼ばれてたんですよ。悲しいな、今呼ばれてないんだみたいな。ここで強チェリー引きましょう。ここでそうですね、ここで強チェリー引きましょう。スイカからは強チェリー引く可能性あるんで、スイカから強チェリー出やすいんで来い。はい、いや安定の札となったけど、ここに、はい、でもね、なんかね、あのシルビーさん好きになったわ。ありがとうございます。すごい、ね、なんか柔らかい雰囲気で話しやすい。
ありがたいですね。本当にこうやって来てもらってね。いや、ありがたいです。本当に、こちらこそ。シルビーさんもちょっと好きになりました。そうですね。はいしか言えない空気も。すげえ囲んでから言うね。なんか意外とその天国中と違って32の前兆って後半選ばれることもちょいちょいありますよね。後半に選ばれる。うん、光が。そう、天国中って8ゲーム以内っていうのがもちろん多いと思うんですけど。あ、はいはいはい、8ゲーム以内多いです。天国中はなんか前兆中はなんか8ゲーム以内の距離でもないような、うんうんうん、これも自分で作り出してるものかもしれないですけど、うん、でも確かに後ろの方で当たることもありますよね。警告祭な、わかんないですよ。こならね、まだ諦めたら試合終了。終了。8回目ですね。8回目。2回引いてるから32。で、こういう感じになったら、はい、なんか10回転まで、10チリまで行こうってなっちゃうよね、もう。やめれなくなるよね。こういう感じで、あれ、伝承なのかっていうので、チェリーが集中したら、やっぱり。はい。今日のシルビーさんではね、これはね、弾けないということでね。お時間の都合もありますので、ね、はい、実践の方はこの辺で終了させてもらおうと思ってます。シルビーさん、なんかどうですか、どうでした、設定ロックの感想、うん、そうですね、やっぱりでも、5回連続で大当たり弾けたりとかして、うんうんうん、見せ場は多少作れたかなと思うんですけど、でも、はい、見せ場作ったの僕のアームじゃないきっかけはそうですね、間違いないです。まあでもこれで縛りをそんなに今まで打ったことないよって人も打ちたくなってくれたら嬉しいなと思いました。うん、そうですね。どうですか今日？今日今ま見た感じ、はい、チェリーの後こうチェリーがちょっとね集中したら、うん、面白そうだなっていう、ちょっと癖になる台かもしれんなっていうのはちょっと。うん、いやでもそれが伝わってくれたら嬉しいですね。ちょっちゅちょっちゅね。ちょっちゅね。いただきました。うん、はい。ありがとうございます。ちょっちゅ。ぜひ、OK ズチャンネルの、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、それではほな